ちは、花井です。さて、今日は家の中からお届けしています。これ今ね、カメラの映ってないところもしっちゃかめっちゃかになってるね、家の中ですけど、ちょっとね、綺麗に見えそうなとこだけを映して今日はお届けします。で、今日なぜ家の中からかというとですね、本日撮影日6月19日ですね、プロ野球開幕日でございます。というわけで、今日はですね、見るスポーツ第1弾プロ野球リモート観戦を行っていきたいと思います。イエーイ。まあこのご時世でですね、プロ野球もまあ無観客試合で開幕ということになっているんですけど、なのでね、本当はね、現地に行きたいという気持ちは山々なんですが、ね、行けないということで、まあ代わりのね、いろんなね、こうプロ野球を見る方法というのでやっていこうと思います。で、今日は、来てます。あのベイスターズファンなので僕というのがあるので、実はベイスターズがですね、この開幕3連戦、おうちでハマスタサポーテッドバイ日本生命ということでですね、リモート観戦のですね、チケットを販売してですね、やっております。でですね、Zoom ですね、もうすっかり、この自粛期間でおなじみになったあの Zoom を使ってですね、リモート観戦ですね、実際のハマスタとの中継、それから、ですね、ゲスト OB の方の解説付き、さらにはこの観戦してる様子がもしかしたら、ハマスタのビジョンに映るかもという、そんなお得な、おまけ付きみたいな感じのですね、チケットをこの3連戦での分発売をしておりまして、勢い余って3連戦丸々購入しました。というわけでですね、その、今日はその、おうちでハマスタを使ってですね、ハマスタの様子を見ながら、まあ、ね、一人で、30代半ばの、ね、男がただお酒を飲んで、ね、のんびりするだけの動画になると思うんですが、まあ、そんな感じでね、まあ、スポーツを見るという形をね、今日はお届けしていこうかなと思います。でですね、ちなみに、今日、ベイスターズは、そのハマスタで、バーサス広島東洋カープということなんですけど、なんかカープさんの方はというか、まあ、広島の方ではですね、あのマツダスタジアムで今日、パブリックビューイングですね、抽選で当たった人が、マツダスタジアムで、応援をしているというような状況だということみたいで、まあね、多分各球団こうちょっとね、こういう状況の中工夫を凝らして、ね、野球を楽しめるように、いろいろやってくれているという感じですね。はい。でですね、まだまだ時間がね、開始まであるんですけど、今これ BGM 聞こえますかね。これもうすでに、Zoom の方ログインですね、しているんですけど、ですね、まあ、試合開始前の、ね、事前企画始まるのが17時35分ぐらいということで、今多分20分ぐらいですかね、あと15分ぐらいありますけど、まあ、その間、ね、少々お待ちくださいみたいな画面が出てますけど、今これ流れてる BGM ですね、もうベイスターズファンならもう誰もが知ってるあの熱き星たちよの、なんとジャズバージョンみたいですね。はい、なんかパッとそうと思わず聞くと、なんか普通にバーとかで流れててもおかしくないようなね、アレンジになってますけどね、すごいこれ音源欲しいなとか思っちゃいますけどね、ちょっとね、そういうところもね、あのこう待ってる間からちょっとね、楽しみをくれるような感じで、ね、ワクワクしながら待ってると
いうような状態です。そうだ、じゃあ、そう、まあまあ、ボヨのベイスターズファンをね、してるんですけど、ここ大阪からお届けしております。はい、大阪在住のベイスターズファンです、僕。地元が横浜かというと全然そんなこともなくてですね、地元は愛知県で、その後、大阪にやってきてという形で、でですね、まあ、僕ベイスターズのファンになったのが、DeNA になってからですね。 DeNA になった時なので2012年からかな。そっからの、まあ、ライトなファンです。で、野球自体、ね、そこまで、なんだろう、熱狂して、こう見ていたという感じでもないまま、結構ずっと来てたんですけど、まあですね、最初にちょっと野球、まあ見たりとか、少しね、プロ野球の結果とかに興味示し出したのが、まあ、ね、中学1年生ぐらいですかね。まあ、ちょっとね、周りの友達でこう結構、ね、見てることがいるのがあって、なんか最初はなんとなくでジャイアンツファンからジャイアンツをちょっとライトにジャイアンツビーキで応援するみたいなとこから入りました。ちなみにその中1の時からですね、1998年、まあ、これで年齢がバレますけど、1998年、なのでベイスターズが、ね、日本一になった年ですね。なのでなんかすごくね、ベイスターズがね、その日本一になったことの印象はすごくなんか強く残ってる感じです。まあでもそっからね、まあ、2、3年ぐらいでまあゆるーくこうね、なんかその野球の興味はフラットになって、で18で、大阪に出てきたんですけど、その年にですね、ドラゴンズの監督が落合監督になってですね、ちょっとどうなるかちょっと楽しみやなと思って、3、4年ぐらいちょっとそこからドラゴンズの結果を気にする、ドラゴンズビーキな、感じになりました。ね、地元を離れて地元を応援するというね、そんなね不思議なことをしていましたけど、でもやっぱりまあそこからちょっとまたフラットになって、まあ、ベイスターズファンになる直前ぐらいは、まあ、その頃はカープがね、だいぶ B クラス続いてたので、まあ、カープがちょっとね上がってくるとね、セリーグ面白くなるんじゃないと思って、ちょっとカープビーキな、目で、野球を見ていたりはしました。でもなんか特別なんか強い、ね、どっかのファンになるとかそんな感じではなく、来てたんですけど、ああね、ちょっとカープがね、まあ、その2010年ぐらいとかからちょっとね上がってきたところでね、あ、もういよいよベイスターズの暗黒期のね、真っ只中な感じでしたけど、まあベイスターズ親会社が DeNA に変わるとなって、で、まあ、さらに中畑監督になるというところがあって、まあ、またこれ、あ、ちょっと面白そうじゃないっていう、うん、どういう風にねこのベイスターズが、変わっていくのか、うん、どういう方向に行くのかなっていうのがちょっと楽しみやなと思って、そこからね、これまたライトな感じでベイスターズの、ベイスターズ B 期の、ね、感じが始まって、まあ、ただね、なんか前までと違って、なんかすごくベイスターズにはなんでしょう、なんかうまく説明できないけど引きつけられるものがですね、なんかありまして、でまあなんかすっかりねどっぷりベイスターズを応援するようになり、まあ、球場行き出したのがここ2年ぐらいですかね、2018、19ぐらいからですね、ちょこちょこ、行くようになって、まあそれでさらにこう、ね、どっぷり、ベイスターズにちょっと浸かり始めているというような感じですね。ちなみに、よいしょ、ユニフォーム着てるんですけど、見えてるかな、あ、見えない、
見ない、ここで見せよう。ですね、僕着てるの31番、柴田選手ですね。柴田選手のユニフォームを着ておりますが、はい、柴田選手入団時からの、ファンというか推し面でございます。ですね、柴田選手をのファンになった理由はすごくシンプルで、下の名前が一緒なんですね。柴田辰弘選手ですね。辰弘という名前が、まあ、漢字は違うんですけど一緒でして、辰弘ってなんかねいるようでそんなにいない名前なので、なんかもうすごいそれだけでちょっと頑張ってみたいな、気持ちになってですね、もうそれ以来の、柴田ファンでございますっていうぐらいかな。なんか僕のベイスターズファン情報でですね、今ですね、ま、ちょっとズームの方が少しいろいろ、ま、注意事項とか出始めてるんですけど、チャットがあってですね、さらに Q&A、ま、質問投げかけられるようなですね形ですね。多分これスタッフ、これ質問は多分ね今いろいろ飛んでるんですけど、スタッフへの質問もあれば、多分、ね、ゲスト解説の方への質問とかもこれでするんじゃないかと思うんですが、まあ、そういう機能もね結構、活かしながら多分見ていく感じになるんじゃないかと思います。さてどうしようかな、もうちょっと時間があるんですが、もうねビール飲んじゃおうか、飲んじゃおうか。ですね、今日ねご用意しております、ご用意しております。実は買ってるビールがですねこちらベイスターズラガーですね。あのベイスターズのあのハマスタで、売ってるですね、ベイスターズオリジナルのビールでございます。ラガーとエールビールのなんと瓶が今手元にございます。まあ、このね自粛期間の影響もあってだと思うんですけど、ちょっと前にですねこのラガーと、エールの2本ですね、1本330ミリの瓶、6本ずつですね、計12本のセットで、通販が始まりまして、なんと自宅でこのベイスターズビールの味を楽しむことができるというふうになっております。これ正直ねこの開幕戦をこういう観戦するという計画が何もないうちからですね、とりあえずちょっと買おうと思って買ったのがですねこういう形で生きてきてるんですけど、どっちから飲もうかなって思うんですけど、まあラガーからですかね、行こうかと思います。でなんかねラガーはなんか今シーズンちょっと味がリニューアルされたらしくてですね、なんか少しアルコール濃度を下げてちょっとフルーティー感を出して飲みやすくなってるらしいということを言うてます、だけでねちょっとまだね試合開始までは早いですが、いただきます。まあ、でも確かに、何だろう、前より確かにちょっとフルーツ感が少し増したような気はする。でもやっぱりなんかラガーのこのキレの良さというか、ね、なんかやっぱこうねカラッとしたところに爽やかに。喉越しをカラッといきたいような時にはラガーやなっていう感じですね。で今日ちょっとね天気が、
微妙な曇りかね、まあ、雨にならずにね、無事試合ができるのはすごく喜ばしいんですけど、まあ、ちょっと、ね、どんよりはしていますけど、でどんよりじめじめもね、ちょっとね、こう、ね、吹き飛ばしてくれるような、爽快な味がします。すんごい無理やりコメントをひねり出しているような気もしますけど、まあ、なんか続々とこう、入ってきてですね、いろいろまあチャットとかをしながら、まあ今か今かとこう皆さんワクワクしている感じですね。でですね、多分もうちょっとするとですね、今日これを見ながら、まあこの時間なんで晩ご飯どうしようかなと思ってですね、ピザを頼んでおります。もうちょっとすると来るかなって感じです。うまい。ですね、今ねハマスタの様子が映り始めました。ちょうど17時35分ですね、映り始めました。あとですね、今ハマスタちょっとパラパラしてる感じですけど、スタメン発表がされてますね。まあ、そこら辺は無観客でも同じような形でやられていますね。さあ、ご参加いただいている皆さん、こんばんは。本日MC を担当します MC のテリーです。皆さん、よろしくお願いいたします。というわけで MC テリーさんがやってまいりました。今年はおそらく世界初となります。はいはいはい。だからオープニングセレモニーがあるそうです。オールインワン、そしてそれでは参加を希望する方、だそうです。ピザが来ましたね。じゃん。なんかね、しっちゃかめちゃ。ピザ来ました。ピザ来ました。で、ポテトも来ました。どうしよう、スペースが。よいしょ。今ね、ピザもらうのにね、ユニフォーム着たまま行きましたけど、気にしたら負けですよね。なんかオープニングセレモニーで映っていい方が続々とカメラに出てます。おっと言ったらね、来ました。これでいいのか、これでいいのか。まさかのですね、選ばれました。どうしよう、まさかこんな普通に当たると思わなかったから、ね、なんかドキドキしますね、これ。ちょっとまだ降ってるみたいですね、ハマスタは。だけどセレモニーが始まります。
万端整っております。無観客ですが、自宅からハマスタにエネルギーを送っていきたいと思います。それでは早速皆さん行きたいと思います。心を一つにオールインワン。ちょっと今ね、自分がバックスクリーンに、ね、ちょっと映ってたのでね、ちょっと呆然としてたんですけど、あですね、セレモニーが進んでおります。外野席にはですね、横浜のファンの皆さんの写真を集めて作った、I love 横浜の巨大なフラッグが飾られております。